こんばんは。こんばんは。ブー。お、ハートありがとうございます。生誕祭。ありがとう。かわいい。あ、だるまさん、ありがとうございます。皆さん、本当、生誕祭、本当にありがとうございました。頭いい。はい。ありがとうございました。タコちゃんもありがとうございます。はい、そう。タコちゃんありがとうございます。ね、皆さんからの、あ、だるまさんありがとうございます。タコちゃんありがとうございます。あ、リンゴスターもありがとうございます。タコちゃんありがとうございます。だるまさんありがとうございます。こいな、皆さんからのたくさんの愛をいただき、私は今日帰ってこりました。イエーイ。ね、これすごーい。これやばい。これえぐい。すごい頭いいね。すごい頭良かった。めちゃくちゃに。Thank you and love sunshine. Thank you and love sunshine. 言うの忘れた。あ、優勝ありがとうございます。あ、タコちゃんありがとうございます。ね、これメンバーからすごく好評でした。ね、これ K に見えて H なんだって。 うーちゃ K だ、お揃いだーって思ったら行っちゃった。 まさかの H、まあ、ひなのの H ね。本当に生誕委員の皆さんもしてこれを振ることを決意してくれた、決意決断してくれた皆さんも本当にありがとうございます。え、これさ、赤ってことはなんか、あ、当たりみたいなこと？当たり？ この棒当たりですか？ 赤に敏感。え、これ当たりですか？もしかして。え、今日、生誕来た人はね、今後もこれ持ってきてくれたら一緒に触れるんで、よかったね、250人のみんな。あ、だるまさんありがとうございます。コーヒーな。250人の皆さん。もう一本もらえ。きなこ棒みたいだね。ね。そう。え、これもね、ちょっと今日はいとこが来てたんで、そのいとこが持って帰ってきたやつを私は今見てるんですけど。すごーい！なんか、すごい。これもすごい。下書いてくれて。すげえ。すごいぞ、すごい、すごいぞ。うん、好きな人。 好きな人死ぬ。あ、パーソナルカラー死ぬ。 いえ、別に。うん、血液緑。 最高すぎた。ありがとうございます。あ、これやばい。え、このね、私がね、これすごいなって思ったところは、これもう背景今ないんだけど、背景もすごいし、下を見てほしいんで、え、チーム K みんなおるねん。これすごいって思った。チーム K みんないるの、かわいい。いるね、田口 K みんないてかわいい。これは愛だね。
だるまさん、ありがとうございます。生誕さん、お疲れ様、本当にいい声だった、ありがとうって、そうさんも言ってるありがとう、そう、ありそう、ありそう、うん、ね、本当にね、皆さん本当にありがとうございました。大きい、でも見やすかった、私目悪いからね、こんぐらいのサイズじゃないと見えないんですよ、だからこうこうやってなんかみんながね、してくれてありがとうございます。そう、うん、すごい、逆上がり33回だって、で僕対46回なんですよ、すごい、 あと2回やれば468だった、あ待って、あーすごい、あこれシルバー、シルバーのクマが飛んできました、ありがとうございます。クジラうちらっぽいさんがシルバークマちゃんタワーを建ててくださいました、ありゃシルバークマちゃんタワー、そう今日ね、久しぶりに会う人にもね、会えて、久しぶりに会った人にも、久しぶりに会いに来てくれた人にも会えて嬉しかったです。そう、 うわーってやっちゃった死んじゃうやっぱこの赤いのってさ、うちの当たりってこと、当たりってこと、すごいね、みんなね、たくさんのコールもびっくりしたし、これもびっくりして、最初ずっとこうコンパスでってなっちゃう、コンパスで描くこんなんなっててバカおもろかった。で生誕祭なんですけど、そう今日はですね、2個私が心に隠し持っていたあることを発表させていただきました。そう、まず1個目が学校行ってますよっていう話。そう、私がね、今まで忙しいわとか、なんかもう目が痛いとか言ってたのは、パソコンの見すぎ、パソコンの見すぎ、画面の見すぎ夜中に作業しすぎ、これの3つが 目が痛くなる原因でしたはい、ですね、今日で実は前期が終わって、はい、実は今日前期終わりまして、はい、そう、だから後期も頑張ります、後期ちょっと秋休みに入るんでね、ちょっと目を大切にしていきたいなと思います、はい、もう一個が素敵なご縁がありまして、事務所に所属させていただくことになりました、はいはい、そう、私のクリエイティブな部分、クリエイティブ、そう、クリエイティブな部分を支えてくれる事務所に出会いまして、はい、そう、ありがとうございます。オフィスミニミさんこれもね、私ね噛んじゃうんで、オフィスミニミさんっていう事務所で働かせていただくことになりました。働かせていただくことあーあー、トニーさんありがとうございます。トニーさんが白タワーを建ててくれました。わあ、すごいことになっちゃった。ありがとうございます、トニーさん、ありがしろありがしろ、白、ありがとうございます。
そう、今日解禁デーでした。だからめっちゃ緊張してた実は。だからめっちゃ噛んだ めっちゃ噛んじゃった。今日事務所の方も来てくれてたんですけど、そう、事務所社長さんも来てくれてたんですけど、盛大に噛んでしまって申し訳ございませんって 連絡した。あ、だるまさん、ありがとうございます。たこちゃん、ありがとうございます。そう、めちゃくちゃ。あ、たこちゃん、ありがとうございます。なんかいざ生誕祭が始まったってなった時にめっちゃ緊張してきちゃって、やばい、なんて言おうって そう、その前になんかめっちゃなんかエアコンの水滴が落ちてくるのがめっちゃ気になっちゃってって ってなっちゃった。改めておめでとう。そうですね、事務所の件に関しては後日、後日っていうかまた後ほどしっかりと報告させていただくので、まあ、多分あれですよね、ホームページの方は多分変わってるはずと私はお聞きしたんですけれども、じゃあ見ろね。そう、結露がすごくて、多分変わってる、あ、変わってます。オフィスミニミニになってます。はい、これです。正式名称これです。所属事務所が DH からなりました。はい。そう、なんかちょっと気になってきちゃって。あ、優勝ありがとうございます。そう、めちゃくちゃ感 事務所に所属所属所属 ゴロゴロゴロって言っちゃって、よし、噛んだけどこのままいっかって思ったら、なんか周りがずっこけてて、これダメだーって これダメだーっつって、これダメだーって なってしまいました。おもろかった。おもろくはないんだよ しっかりとした発表をしたかったのに 悔しかったな、ね、海を渡るの旗欲しいってなった。ね、これいいよね。私もすごい欲しいなって思って、いとこからちょっと借りてきちゃった。ありがとうございます。なんか結構クリエイティブな部分を支えてくれる事務所となってるので、私がやりたいこととガチって感じ 合致してるんで、はい、学校も合わせて頑張っていきたいなって思います。はい、なのでちょっとクリエイティブなお仕事、クリエイティブって クリエイティブっていうか、まあ写真ですね、主に写真の仕事がちょっと増えるのかなとは思うんですけど、はい、暗室フィルム現像配信とか写真 絶対光入れられないから無理で 怖い 絶対光入れられない、一つでも光入ったら終わっちゃう しかも私それ専門でやってないから そう、今1年生なんです、私。ピッカピカのピッカピカの1年生で、周りは年下 周り年下で草 まあそうだよね、実際そうなんだよね、この年で入るってなった。あ、で、そうなんですよ、今日は仕切りをね、ズッキちゃんがやってくれました。はーい、そう、月ちゃんがびっくりした。私さ、亜美ちゃんかお代理だろうなって思って、そうやってて、そうで、なんかそう、
こうやって手首つなぐじゃん。で小田さんの手首が手首を握る握力がそこまで強くなかったから、ああ小田さんかって思って下がってチュロッて横見たら、もう小田さん前に出てんだけど、こっちから声してから、えみたいなそうびっくりした、嬉しかっただからなんかめちゃくちゃ噛んでたんだってめちゃくちゃ噛んでたっていうか、めちゃくちゃなんかいつもじゃないような動きしてて面白かったです。そうズキちゃんとはですね、そうなんですよ、まあトマトラーメン食べましたとかオムライスまだ行ってないんですよへーへーみたいな話をしてたんですけど、実はまあ、深い話もしてたりとか、同い年だからこそできる話とかいっぱいしてたので、そうカラオケ行ったことは忘れてたんですけどそうだからそうですね、実はそうっていう話です。だから仕切りしてくれて本当に嬉しかったですね、うん、えって言うんですよ知らない話してた、知らない横断幕に感動したよ、わかる、横断幕よかった。そう、ね、そ一緒に夢の国行った話も多分忘れられてる全部私と行ったこと忘れてるトマトラーメンしか思い出出てきておかしいなそう、なんかそうですね、ありがとうございました、うん、絶対行きますオムライスツアーね。そうズキちゃんとケイに一緒になって1年2年経って、こうやって私の仕切りを、私のセーターの仕切りをしてくれるぐらいなんかお話できるようになったってすごく嬉しいなって思いました。本当にありがとうズッキー、次は君の番だね次は君の番だねで、お手紙ですよ。そう、はい、書いてくれましたよ、僕の親しい友達が小田えりなちゃんに書いていただきました。嬉しい、めちゃくちゃに嬉しいです。そう、小田さん書いていただきました。そうね、小田ウェリナさんに書いていただきましたね、本当におもろかったです。もう面白すぎて吹き出しそうでした、隣で小田さんの横で吹き出したらちょっとやばいから、ちょっとなるべく寄ってみた、なるだけ寄ってみました。そう、4年ぶりだとは思わなかったです。そう、私と初めて一緒のチームになって、初めての生誕さんはいてくれたんですけど、その後全部ね空振りだったんですね空振り、うん、ありがとうございます、空振りでした、うん、そう、ありがとうございます。そう、実はの話をすると、そのお手紙欲しいなって言ってたの、マネージャーさんにね。そう、お手紙欲しいなって、そう、小田さんからのお手紙がいいなって言って、そう、でもお代理には内緒にしてくださいねって言ったんですよ、マネージャーさんに。で、今日いざ手紙読んでもらって、まあ私は手紙小田さんだっていうのを知ってたから、こう近くで聞けたんですけど、そのね、公演が終わった後に小田さんにね、小田さんありがとう手紙って頼まれたんでしょって聞いたら、うん、だってひならが
帰ってほしいって言ってたって言ってたよって バラされてるマネージャーさんに だるまさんありがとうございます。騙されてるじゃない、バラされてた。バラされてた、うちが根だったこと うちは懇願して お願いした。コンヒナバラされました 内緒だっつったん 内緒だって言ったん、筒抜けでした。だから書いてくれて本当にありがとうって連絡をしましたね。そう、やっぱ小田さんの手紙をね、誰よりも近く聞きたかったんで こう ちょっと近すぎて笑って、結構なんか何分間ずっと近くにいてめっちゃおもろかった。ありがとうございます。だるまさんもありがとう、ハートもありがとう、そうありがとうございます。あれ、コンデマみたい どれだけ近くだったのかちょっと記憶ない、でもめちゃくちゃ近かった。でも本当にお代理と出会ってあんな近くで話したのは 初めてですね あんな近くで読んでたの初めて見ました ね、今日見てたよ、楽しかったね、ありがとうございます。皆さんにね、楽しんでいただけてたなら幸いです 幸いです。人類初めて AKB 人類初めてあんな近くで読んでる人は、まさん近くで見ても綺麗ですか？めちゃくちゃ綺麗、顔だから、うちどう見えてるんだろうって思いながら聞いてた うちの顔って一体この距離だとどういう気持ち どういう気持ちなんだろうって思いながら、こうちょっと聞いて、こんだけ顔近かったらどう見えてるんだろうなって 恥ずかしさもありながら、でもね、最後の、そう、親しい友と書いて親友の小田恵梨奈よりって書いてあって、ちょっとわってなっちゃう。うちの書いた言葉を覚えててくれたんだね。ね。嬉しかった。したと思う。だるまさんありがとうございます。うわー、なんだこれー なんかすごいのがブルーってきたんですけど、UTZ さんが白を10個くれました これはどうす、タワー10個ありがとうございます お祝い投げるって言ったでしょうね、言ってたけど、これぐらい、これ ありがとうございます。22、ありがとうございます、 UTZ さん、
そういう盛り上がり度が急に7000とかになってびっくりしちゃった。すごい、ありがとうございます。車買えるか。 ありがとうございます。あ、そうなんですよ。あのね、言わなくちゃいけないことが一個あって、そう、ですね、事務所を移籍する際に皆さんがちょっと気になってることがあるかもしれないんですけども、プレゼントどうなんのっていう話になりまして、事務所変わるってなったらプレゼントどうするのって思ってる人もいるかもしれないんですけど、送れます。そう、 AKB はちょっと金額制限があるんですけど、ないです。 なので、なんだろう、家送りたい人はぜひ ね、事務所の方でも受け取れるので、家を送りたいなとか車を送りたいなっていう人は ぜひ、はい、土地を送りたいなっていう人も待ってます。 はい、生ものと、なんだっけ、ぬいぐるみがダメなんですよね。家電製品も大丈夫です。 はい、生ものとぬいぐるみ以外は大丈夫です。もちろん劇場でも送れるんですけど、はい、土地とか星とか、地球とか、星座とかあげたい人 はい、ひなにあげたいよっていう人はね いつも募集してますんで 募集すな はい、何でも送れますよって。私が今欲しいものは土地ですか、土地ですか。あ、やばい、充電がなくなっちゃう。ちょっと待って、取ってくるべ。えっ、こら、ちょっと待ってかな、ちょっと待ってて、ね、あ、すいません、ちょっと足が丸見え。私何し、あ、パソコンの充電だ。最悪。おばあちゃんだな。すぐ忘れちゃった。パソコンの、埋まってんな。ちょっと待って。
こんばんは。バンされる、バンされる、バンされちゃうよ。このままだとバンされてしまう。よいしょ。あ、来た。おお、すでに。あ、ハートありがとうございます。土地プレゼント。ちょっと贈与税は。贈与税はちょっとまだわからない。そう、実際もろ。嬉しい。うん、この手紙この文出さないのにさなんかチャンチャンチャンとかさ鍵括弧2個ついてるところとか思う。親しい友と書いて親友の小田エリナよりが一番嬉しかった。それでちょっと湧いてた自分の中でって園田さんからのお手紙本当に嬉しい。家宝にします。家宝にします。そう、本当にね、今日はすごく素敵な一日を過ごさせていただきましたなという気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。最近だって、最近、あのね、ちょいちょい皆さんに言ってないだけでいろんなとこ行ったりはしてますね。ご飯食べに行ったりとか、野球一緒に見に行ったりとか。そう、ね、本当に心温まる生誕祭。なんかみんなが私の話をしてくれて嬉しかったです。そう、純粋にね、皆さん、なんか純粋にメンバーに私は一体どういう思い出がみんなとあるんだろうっていうのが気になってたんで、なんか何かねっ大あくびそう、そうですね、この先まあ限りある時間というか、はい、もう当たり前が当たり前じゃなくなってしまった AKB で日々進化をしていく AKB の中で、私はその渦の中にぐる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 回っているんですけども、いつかその渦の中から抜け出して一
一人で歩き出さなくてはいけない日が来るので、その時まで皆さんと最高の日々を過ごしていけたらいいのかなと思っております。ファイト、ありがとう。眠眠すぎる。すごい、なんかここの景色がすごいことになってる。すげえことになってる。ね。だるまさん、ありがとうございます。こうやってチームでみんなと生誕をするのも最後だったんで、ありがたくたくチーム系のメンバーと、私はこのメンバーで生誕祭したいってずっと思ってたから、今日こうやってたぶんチーム系のメンバーと一緒にね、公演ができてすごく嬉しかったです。星かける2、星かける2、待って、そう、50万ポイントでシャインマスカットもらえるってやば、熱 シャインマスもらえんの シャインマス、ありがとうございます。お、ハートもありがとうございます。星もありがとう。ハートもありがとうございます。ハート、これは可愛いハートですね。頑張った、ありがとうございます。あ、タカちゃんもありがとうございます。レインボーさんもありがとうございます。これはめちゃくちゃ可愛いハートなんです。わかりますか ?VR のコメントをぜひ見てください。そのハート教えてもらいました 多用しすぎて。コンヒナ、指の爪も見えるしね。見えてなかったかわかんないけど。ハートありがとう。愛だよって 愛だよって言ってます 爪かわいいよね、ギュンギュン。なんかこうするとなんか紫になったり青になったりピンクになったり、なんかぐるぐるしぐるぐるうにゃうにゃしてる。なんですか、これ Can't make Tokyo。 Can't make Tokyo です。
のイベント20万ポイントで北海道海鮮セットもらえるらしい。やばい。私の卒業で見てオファーだったけど、ひなちゃんのおへ少しずつ回復してきました。ありがとう、アリピーマン。怖い。なんかうちのレスの仕方がおばあちゃん的には怖かったらしくて、そう、なんか時々怖い顔するねって言われて、ごめんね、毎回怖い顔して、怖い、うちのレスって言われて、えーって言うの。いや、こんな顔はしないんだけど、ただ、ちょっと怖いらしい。いやー、今日楽しかった、ありがとう。ありがとうございます。今日怖さ控えめかと思ってました。 でも怖いっておばあちゃんに言われた。時々怖い顔するねって言われて。 とうとう、ありがとうございます。怖いらしい、めちゃくちゃ。 怖いんかい。濃いな。そう、本当は8月にやりたかったんですけどね、セタンスね。そういう機会はなかったということ。機会がなかったという。海ボン、渡れ。22歳、こんな、またおもろかった、みんな天才、ほんと天才すぎてびっくり、天才的すぎた。奈々ちゃんのおかげで終始ニコニコでした。一瞬泣きかけました。 泣きかけた、みんな泣いた、うちの生誕。 うちは泣かなかったよ。怖え。ツーショットチェキ。あ、ツーショットチェキね。なんか、今日3人だったんですよ。あ、うち3人だって思って、すごいって思ったら、小田さん8人もいて。えーって。小田さんのファン強くない？すごい、うますぎじゃん、みんな。世界大会出てた？輪投げ世界大会とか出てたのかね、すごい。8人初めて聞いたんだけど。 音波ありがとうね、すごいね、輪投げプロがいるのかもしれない、もしかして。みんなうまいんだ。お腹すいた。 お腹すいたー。輪投げプロ、カウボーイ集団。 無理。練習動画送れなかったのでイメトレの成果出してよかったです。すげえ、すごかった。ありがとうございます、見に行ったよって、ありがとうございます。ね、輪投げ買って練習してんだって、みんな、すごいね。私の3人のファンの方もすごかったです。すごい、みんなよくできた、よくできました。輪投げプロにならないとエリナ推しにならないレベルあるから。 ちょっとエリナファンで、あれ、輪投げ大会とかやった方がいいかもしれない。同じやつ買ったよ。ガチだ。ガチだ。
なんかダーツ買う人みたいな。ね。すごいみんな。児童館とかにあの投げは 投げないかな。ね、ワンチャンあるかもしんないよね。売ってるかもしれない。ダーツ買いたかったのに輪投げ買ってた。あれれ。メルカリ輪投げ中国。どうする、さ、もう輪投げとかいうのがなくなって次ダーツとかになったらさ、みんなそういう中古で売って次はダーツを買い始める。 次はダーツですとかでさ、次はボーリングですとか、次は逆上がりですとかです。逆上がりできないとチェキ取れませんとか。 ファンを運動させたいのかしら。 ね、ビレバンで売ってる、わからんな。最善にいました。楽しかった。ありがとうね。 ありがとうございました。よかった、最高だったね。ダーツはかっこいいけど家に輪投げセットあるんだよねって、シュ、だいぶシュール。お子さんでもいらっしゃるのかしらっつって。 ね、おひな、お宅の特技増えてくの、じわ。 じわじわ空中逆上がりでもいけます。すげえ、それは運動神経が神がかってる。ね、難しいよね、輪投げって。また次回、ま、お待ちしてます。なん、ね、瀬田さんお疲れ様でした。めちゃくちゃ楽しかったです。やっとー。顔中の開けれるもの全部開けてくれ、いきなり。ね、全部開けました。次はね、ズキちゃんの生誕祭なので、ぶち盛り上げていく。ぶち盛り上げて怖いよ。ということで、今日の配信は、ランキングを読んで終わりにするよ。そう、いろんなこと頑張りますっていう話です。あ、ここだ、ランキング。じゃ、ランキング読んで終わりにします。本当に今日は楽しかったです。13位、ゆりなさんありがとうございます。12位、かずひろさん、チームさんありがとうございます。8位、あ、間違えた。11位、88位、ジローさんありがとうございます。10位、サプライズエルバートチームチラありがとうございます。9位、ファニーさんありがとうございます。8位、ブンちゃんとチームチラありがとうございます。7位、シンゴシンゴさんありがとうございます。6位、カズくんさんありがとうございます。5位、ナシさんありがとうございます。4位、サオさんありがとうございます。3位、トニーさんありがとうございます。2位、クジラジャポイさんありがとうございます。1位、ユーティーゼットさんありがとうございました。本当にね、皆さんのおかげでこうやって生誕祭も開けていただけたので、本当に感謝の気持ちでいっぱいな一日になって、もう感謝の気持ちばかり述べてしまった気がしますね。もう感謝しか知ってなかったかもしれない。別になんかこれどうしていきたいとか、なんだかんとかとか言ってない気がするけど、でもね、本当にありがとうございました。ありがとう、ありがとう。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。最高だったよ。バイバーイ。